勇者ポンチョ様、かわいい勇者じゃない、かわいいだと。ふえん、オイラは勇者として旅の途中なんだぞ。一人で旅する強い男なんだ。かわいい。バカにするな。かわいい。ジュースが飲みたい。ジュースなら何でもいいぞ。いただきまーす。ふう、落ち着いたぞ。勇者ごっこ。自分で言っちゃったし。大して知りもしないくせに勇者じゃないとか言うな。じゃああんたの知る勇者様って何なんだよ。それはもちろん俺だよ。強くてすごくてかっこよくて、お子ちゃまだな。おいらはうぐー、お腹がトイレ。ワオ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 。ふう、オイラのお腹は繊細なんだからもっと気を使えよな。だからオイラをいじめるやつが現れたらお腹が痛くなっちゃうんだぞ。家に帰った方がいいんじゃない？おいらは勇者の旅の途中なんだ。野宿するんだぞ勇者は。お腹痛い。ふえー。ママー。宿があるのか？そうだな、勇者は宿に泊まるものだ。オイラが泊まってやる。勇者様がいたら心強いだろ。腹さすりながら何言ってんだか。お客さんの料理の評価は出来栄えのほかに温かい料理、冷たい料理などの好みも影響します。はーい。なんかよくわかんないけど、ご飯食べる？じゃあ野菜炒めあげる。おいちいの。よかったね。あんま作れるものはないか。9時10分寝ますか、うん、はい、おはようございます。あ、まあ
ちょっと考え事してただけ。マオはオイラのこと勇者だって思うか？ここは優しく立派な勇者だよ。そうか、そうだよな。オイラは勇者様ってみんなに慕われてるんだ。みんなオイラを必要としてるんだ。オイラさ、こう見えて一度だけ知らない女の子を野良犬から守ったことがあるんだ。まあその時たまたま運よく雷が鳴ったから野良犬が逃げてただけなんだけど、こんな勇者かっこ悪いかな。気持ちが良さですね。またサボってますね。ほらイパネマはまた機嫌悪いの。更年期ですね、それ。命の母飲みましょう。作ってあげよっか。さあ今日は何しようかな。ひたすら野菜を取ってサボってる人を注意するだけの日々を過ごしています。コメントにも返したんですけど、まあ、結構やっぱこういうほのぼの系ゲームは好きです。アクションゲームとかの方が好きなんだけど、結構 DS やってた時は動物の森とかすごいハマってました。あとは結構この癒し系なほのぼのゲームで言うと僕の夏休みとかめちゃくちゃ好きでしたね。プレステ4の VR とかで僕の夏休みが出ないかなって思ってます。 VR で僕の夏休みやったらすごい楽しそうじゃないですか。もう海とか本当に潜った感じになれるみたいな。いつかそんなゲームが出ればいいなってなんて思ってます。いやー、ここに来て本当にやることがない。まあやることないし、次の朝にしましょう。もう「オイラが強くない」なんてこと言われなくても分かってるよ。喧嘩だって勝ったことないし、オイラのこと勇者って呼ぶやつはみんなオイラをバカにするんだ。母ちゃんだけオイラのこと勇者って優しく呼んでくれる。母ちゃん、オイラが勇者になって病気を治してあげなきゃ。強くなって帰るんだ。でもこれからどうすればいいんだろう。ピーピーやで夜中。いたたたた、お腹が。かわいいやん。もう二人ともしっかり仕事してよ。仕事？そうね。このフライパンがつぶやいてるわ。つぶやいてる？ささやいてる？もっと輝いてって。これが私の仕事かしら。イライラ、更年期なう、イライラ。イパネマ、落ち着い。うわー、どうした、オイラが助けに。うひゃー、あらやだ、私ったら。この人危険すぎる、殺されるぞ。ユッケのレシピもらいましたね。あ、出る予定じゃなかったのに。
あーもううざい。ババがあの出入り口のとこにいるからもう。ババお、来た来た来た。もっとちょうだい、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 もっとレシピちょうだい。お願いお願いお願い。もう終わりか。し。いいメニュー作ってくれ。おぉ、やったね。フルーツゼリーゲットしたぜ。ちゅうことで、作っていきましょう。Thank you.